はい、こんにちは、しゅんです。さあ、今日はバックカントリーシーズン2回目ということで、札幌はめちゃくちゃ天気いいんですけど、やっぱり幌加内はいい雪のようということで、また幌加内に来ております。で、今日は一度来たことありますが、高止まり山に来ております。ただ来たことはあるんですが、今日はちょっと違うルート、エタンベツ峠のところからですね、そこ見えるかな、エタンベツの峠の駐車場に車を止めて、今高止まり山にアタックをしようとしています。一組登ってますが、あの一組がいなかったら実は今日一人ぼっちだったかもしれないというような状況で、今ノートラックをフルラッスルで登ってる状況。さあ、天気はちょっと微妙なんですが、まあどこまで行けるかゆっくり行ってみたいと思います。では。いや、木が多くて、いきなり木が多い。いや、ハンドル外さないぞ、こりゃ無理だ。ずっとフラットというか、むしろ下り加減。これ帰りは多分担がないとダメですね。ちょっとボードスクートには良くないかもしれん。いや、だいぶ下ってる。緩いけどだいぶ下る。マジか、帰りや担ぎだな、確実に。40分弱ぐらいかな、登ってきたんですが、ここまでもうヒールリフターも上げることもなく登ってきた状況です。まあ、ここで、まあ、ヒールリフター上げるぐらいなんかな、これわかんないけど、ほんのちょっと登るくらい。いや、全然これヒールリフターも上げないぐらいの斜面だから、帰りもこれどうなのかね。お帰りも滑って帰れるんでしょうか。ヒールリフト上げました。ていうか雪がやわすぎて、トレース登ってんだけどめっちゃ体力奪われる。いや、いや、沈む。左に下ってるのこれ、マジか。ああ、下るわけにはいいのか。ああ、でもおそらくあの辺頂上なんだよね。ホワイトアウトで見えんけど、多分もうちょっとで山頂なんですよ。ところがこの左側、ここ意外と良さそうな面が見えてきました。多分前は山頂のところですね、あそっからがすごい良さそうだったんですけど、ここも良さそう。まあ、とりあえず山頂に一回行ってみましょう。あー、着いた。高止まり山着いた。いや、どこ滑んだ。山頂から少し先に来ます、来てます。なんかやばいよここ。やばいっしょこれ。いいんじゃないここ。やばー、いいわ、やばいわ。こっから行きましょう。ちょっと迷路だけどね。では今日の一本目いきますか。
これ何になってんの。やば。やべえ。やばいっしょ。やべえ、超気持ちいい。やばいね。いや、あんまり長く滑れなかったけど、めっちゃ気持ちいい。この先が森、林になってるんですよね。なのでちょっと思い切って下れなかったけど、めっちゃ気持ちいい。たまらん。で、意外と山頂来たら人が結構いた。見えるかな？あそこにも。多分あれ、同じ駐車場から、江丹別の奥から来た人たちだと思うんですが。まあ、とりあえず、ちょっと登り返しましょう。では、登り返しました。ちょっとこのまま、雪が良すぎるので、帰るのも忍びないので、もう一本。ただちょっとホワイトアウトしてきたので、ちょっと不安はあるんですけど、さっきあの辺まで滑ったんで、ルートは、ラインは違いますけど、もう行ってましょう。おお、やべ、超気持ちいい。やべ、うわ、うわ、うわ、おう、イエー。まあ、この辺にしとくか。やべえ、超気持ちいい。いや、2本目滑って気持ちいいね。たまらん。鳥さんがいます。いや、一回自分で登り返したトレースだからめちゃ楽だ。一回目の登り返しと全然違う。再び山頂戻ってきました。ガスってきた。で、こっちが、この正面が、幌加内トンネルの方面。まあ、こっちですね、前回来てんのが。で、今日はこっち。江丹別峠の方から来てるので、こっち戻ります。では、山頂から、まあ、下山でしょう。よいしょ。滑って帰れるんだろうか。いや、これは帰りもきついな。マジか。
バッサ。あ、どっちにしてもこれはきついわ。フラットやばい、きつい、滑って帰れない。いやもうほぼフラットじゃんこれ。うわマジか。いやもうほとんど歩き、いや きつい、帰りがきついって、きついわ。あ、ここは少しだけ、でもこっち入ったらもう一体走ってねえじゃねえか。あ、意外といけるいける。はあ、おお、いいね。おお、いいね。うん、ストレッチがないと止まる。あー、登る。ダメか、ダメだ。いや、これトレースなかったらこれ板走らんな。あ、そこじゃない。うん、いや、冬か。はい、終わりか。担ぎの準備が終わったんで、こっからは駐車場まで、江丹別峠まで、ハイクでーす。あ、もう着いた。担いだとしても、ちょびっとだね。はい、駐車場まで戻ってきました。いや、担ぎが最後まで担いで帰ってこなきゃならないのが辛いけど、距離から考えると江丹別峠から行った方が距離的には短い。ただし帰りもちょっと担がなきゃならないのを覚悟して来る感じかな。だけどそんなに、意外と今下りで担ぎましたけど15分くらい担いだだけなんで、距離が短い分その分はいいかもしれない。でその担いで帰ってこなきゃならないっていうのはあるんだけど、上のオープンバンは最高です。南阿佐ヶ山とどっちがいいんだろう、悩みとこですね。まあ今日は幌加内にあります高止山バックカントリーでございました。
いやー、ふっかふかパウダー気持ちよかった。では次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。